木君高太郎は、日本の大脳生理学者、小説家、詩人。本名は、林隆。長男は、医学博士で、精神衛生学者の林俊一郎。福祉工事郎山梨県生山梨郡山城村下梶屋に生まれる。成果は以下。甲府市湯田町へ移り、甲府市立湯田人上小学校へ通う。1910年、さらに、 東八代郡白い河原の村へと移り、山梨県立甲府中学校へ入学する。中学時代は、弁論部に所属し、同校の交友会雑誌へも、三文、短歌を投稿している。1915年に甲府中学校を卒業すると、詩人の福祉幸次郎に指示して上京する。金子光春や佐藤八郎らども、信仰を持ち、 同人誌への投稿やドイツ誌の紹介を行う。1915年には、福祉、江間治木村壮太が中心となり、白川の衛生誌である、エレーテールが創刊され、1916年9月刊行の第2巻第6号では、林隆名義で、木々の誌、寂しき美匠が掲載されている。また、 木々の慶応義塾大学医学部入学後の1922年1月には、福祉が編集委員、福祉門人でもあった金子光春が編集発行人を務める趣旨、楽園が創刊され、同年3月観光の第2号で、木々は、林家の先祖、林久作のペンネームで、訳し、三文を発表している。イワン・パブロフ1918年には、 慶応義塾大学医学部余科に入学する。1924年に同医学部を卒業し、慶応義塾大学生理学教室の助手となる。1927年には講師となり、生理学の講義を担当。1928年に慶応義塾大学より医学博士号を得る。博士論文は神経刺激電流の滑走について。1929年には、 女教授に昇進する。1932年にソ連のレニングラードへ留学し、翌年2月までイワン・パブロフのもとで条件反射学を研究する。1933年5月には帰国し、帰国後は研究、教育活動の傍ら新聞への医学随筆の寄稿等も行い、1934年には科学知識普及会表議員となる。 河河三郎上記の通り、科学知識普及開票議員となった木々は、同僚表議員であった、運の十三を知る。木々は、運のや南沢十七の勧めもあり、木々、高太郎の筆名で、新青年十一月号に、短編探偵小説、網膜脈章を発表する。これが、木々の探偵作家としてのデビューとなり、以降、眠り人形、青色鏡膜など、新青年へ、 数々の短編を発表する。1934年から1935年には、甲賀三郎が新青年を呼び、プロフィル史上において、本格的探偵小説の非芸術性を主張し、本格探偵小説は、文学性よりも、探偵的要素を重視したものであり、探偵趣味を含んだ、変革探偵小説は、本格探偵小説から区別されるべきものであるとする。 探偵小説芸術論を提唱した。これに対して、キギは、1936年3月に、プロフィール第4巻第3号において、論説、いよいよ、河賀三郎氏に、論戦を、発表、謎に対する、論理的思策とそれによる、謎の解決を、探偵小説の要素であるとし、探偵小説の芸術性を主張した。また、 黄河との論争を受けた1936年には、自説の探偵小説芸術論を実践した作品として、新青年に人生のアホを発表する。木々が黄河三郎と論争を繰り広げた、プロフィルは1933年5月から刊行されていた専門誌であるが、探偵小説界には、ベットココンソー、ランイクジローらの同人誌として1935年3月に、 刊行された探偵文学が存在していた。1937年1月には、キギアウンの13、オグリムシタローは探偵小説の専門誌として探偵文学を解題してシュピオを創刊する。シュピオはロシア語で探偵を意味するシュピオンに由来する。キギラはシュピオの誌面も一新し、小説理論の探求や新人の育成。 専門的研究などを提言している。同年、人生の魔法で第4回、直木賞を受賞する。1939年、雑誌、条件反射を、自費出版。1941年、研究動員を受け陸軍科学研究所職宅となる。1945年、林研究所を創設して、所長となり、翌年には、慶応義塾大学医学部教授となる。 執筆活動も再開し、翌年には推理小説総書を監修。ここで、後に定着する推理小説という言葉を用いる。同年、新月で第1回探偵作家クラブ賞短編賞を受賞。翌年、ロック史上で江戸川乱歩と論争。1951年には復刊された三田文学の編集委員となり、金々は同志の表紙。 裏表紙のデザインも手掛けている。松本清張は、同年3月に、木々の水盤により、見た文学に、記憶を、さらに9月には、ある、小倉日記でを発表している。1952年、田村義弘らにより創設され、木田純一郎、大友昌司らも参加した、慶応義塾大学推理小説研究会の顧問となる。1953年には、江戸川乱歩、 こうしたうだじの後を引き継ぎ、日本探偵作家クラブ第三大会長となった。1960年、頭の良くなる本で、頭脳パンを提唱。米食を止め、パンを主食にするべきだと主張した。1963年2月には、同人し、小説都市の評論の創刊を主催し、新人の育成にも携わり、自身も詩や評論を発表している。 1964年に山梨県人会である三人会が発足すると会員となる。1965年3月には慶応義塾大学を定年退職し名誉教授となる。1967年には第一詩集十面を、1969年には第二詩集月光戸がを観光する。第三詩集の観光も構想されていたが、 未完に終わる。1969年4月に入院し、同年10月31日に、心筋梗塞のため、聖路化国際病院で死去する。72歳を打つ。戦後には、人口問題に関しても言及している。1949年に行われた朝日、新聞史上の座談会で、現在の人口の4割を急速に減らすのが、 日本の将来に最も良いとし、さらに刑法に定められている、打胎罪に関する規定の撤廃を訴えて、産みたくない子供を産まないで済む。これが重要で、人権を重んじつつ産みたくない子供を産まないということは、産みたくない子供を産むと、必ず教育はしない。妊娠しても下ろすことができるなら、20年後には、大体パンパンガールの80%、ヨタ社、 ヤクザの80%が減ると見込んでいる。その反面産みたい子供を産むということも教育をよくやり、よく育てていく意味で大切で、そうすれば日本は質の良い国民を要した国になると、極めて優勢思想的な見解を述べている。大新池先生シリーズ手話博士シリーズ、長編作品集、代表的な短編、詩集、ありがとうございます。